皆さんどうも、T 島です。では今回もマインクラフトやっていきたいと思います。ということで、まあ2017年、まあ3月ですかね。もう今年に入って、まあ3ヶ月になりますけど、皆さん風邪とかひいてないですか？最近なんかね、暖かくなったり寒くなったりするので、結構体調崩したりとか、体調管理がまあ難しい時期では、まあ、あると思うんですけど、まあ、風邪とかひかないように、まあ、体調管理しっかりしてくださいと、まあ言ってる場合は風邪ひいてるんですけどね、まあ、そんな風邪ひきのやつにねそんなこと言われても全然説得力もないですけどね。ということで今回、まあ、やっていくことなんですけど、ちょっとモッドの方ですかね、まあ多分、まあ、単発になると思いますけど、まあ自分の中で勝手に冬の三大モッドと称してちょっと3つほど、まあモッドの方、まあ、紹介というか、まあちょっとやってみようかなと思います。で冬といえば皆さん何を思い浮かべますかね。やっぱりね自分の中ではまあ冬といったら、まあやっぱり第一に、まあ、寒いで、あとは、まあ、やっぱり寒くなるとやっぱり気温も下がるので、まあ氷ですかね。でやっぱりその後氷とくれば雪っていうことで、自分が勝手につけた寒氷雪モッドっていうのをやっていきたいと思います。まあ、これただ単に自分が勝手に名前つけてるだけなんで、まあ、そんなモッド自体存在しないんですけどね。ということで今バージョン 1.7.10 で入れてるモッドがですね、この、まあ、剣を見ていただいたら分かるんですけど、コールドスチールソードで、今回やっていくのが、まあ、これスノーオブシディアンかな、これを使って、まあ、これ多分見たら分かる方いらっしゃると思いますけど、まあやっぱり寒いといえばエターナルフロスト2、ちょっと自分自身やったことないんでね、ちょっとそれを今回やってみようかなと。でこうやって作る前にこの作り方ですよね。このスノーウェイオブシディアン、これの作り方が黒曜石とあと雪を、まあ、黒曜石真ん中で、まあ、上下左右に雪を並べてそのオブシディアンというのができます。これをエンドポータルみたいな感じで置いていって、で今度こっちのこれなんて読むんだろう、フィリントアンドダイヤモンドで、これがもうダイヤモンドと火打ち石でできる、このなんていうんですかね、なんだったかな、名前忘れたな、こう通常のやつの確かチャッカマンじゃない、チャッカマンはあれライターだな、道具かな、あ、そう、あ、火打ち石ですかね。これを雨がすごいな、ほっとつけてやるとゲートができます。ちょっと待ってください、ちょっと音量が、あとサウンド、もうこれぐらいでいいかな。でこれちなみになんですけど、この下以外のところでつけるとこれつかないんですよね。この下につけないとゲートができません。なのでちょっと行ってみますかね。お、さてやってきました。確かこのエターナルフロスト2、これはちょっとゲームモード変えましょうかね。で
この光があるとこですかねの近くに確かいないとなんか凍えてしまうのだったかな。あんまりなんか離れすぎたりしてるとなんか凍えてそのまま、命を落としてしまうと。ただどういうことをしたらそうなるのか、おーびっくりした、白いクリーパーか。あれ何もしてこないな。一応サバイバルしてるんですけど、おお何、おおびっくりした。あこれか、なんか雪だるまみたいなのがいましたね今。てかなんか結構こうちゃんこの生成が遅いのか、なんか洞窟らしきものがなんかすっごい見えてますけど、結構なんか奥深くまでなんか洞窟とかあるみたいですね。でなんか新しい鉱石も、あそうですね、今多分赤くなった時にちょっと右上のこの氷のマークがちょっと半分ぐらいかな、3分の1かな、これあどんどん減ってますね。これを回復するにはこのなんか青い炎に、あやべ、近づかないとどうやらいけないみたいですね。要は、寒いんで暖かくしないと、凍えてしまうみたいな感じなんでしょうね。さてなんか新しい鉱石とかあるんですけど、これ取れるのかな、多分無理。あいた、なんか敵もなんか白くなってますね。でちなみにこのソード、一応このエターナルフロスト2の中では一番強い攻撃力ですかね、プラス8なので、ちょっと持ってきたんですけど、さて一度ちょっとまたクリエイティブに戻しましょうか。で多分物もこの専用の、道具ですかね、いろいろこのこれが今出てるのがそのエターナルフロストで追加される武器防具で、あとツールとかですかね、でアイテム類なんですけど、いろんなものが追加されてるんですよね。このスタッフであったり、杖ですかね、でなんかリングで盾ごとかな、これはそうですね、ハーブって書いてあるので、多分それ専用の斧、あこれ斧2つあるんだ、いや3つ、5つあるんだ、あ種類順にこれ多分分かれてますね。でクワでピッケル、スコップで武器ですね。でこの装備とかもサタンヘルム、ハーデス、ハーデスか、でベルゼビュート、ロキ、この辺はちょっとなんか悪魔系の名前で、こっちがポセイドンとアレスでオーディンでヘルメス、ちょっとなんか正義っぽいような感じの、なんか天使なのかな、魔人なのか、なんかそんな感じのやつのなんか装備みたいですね。結構これも装備するといろいろ特殊能力っていうんですかね、あれがつくみたいなんですよね。これ装備できてないのかな、もしかして。あできてるな。で火炎耐性、採掘速度で、これまたさらにロキのブーツはこう燃えてるんですよね。で歩くたんびになんかそこら中燃えていって、で多分これ自分自身はダメージ食らわないんですけど、敵とかは多分これでダメージを与えることもできるみたいですね。でもう一つのこっちですね、ちょっとこれ邪魔なんで一度消して、でこのポセイドンにアレスにオーディンでヘルメス、やばい燃える燃える。でこっちはジャンプ力とかですか、ジャンプ力スピードかな、こっちの方が多分分かりやすいと思うんですけど、スピードが結構速くなるんですよね。それなんでいろいろなんか特殊能力っていうんですかね、
があるみたいなんですよね、その装備によって。多分、まあ、作るのも大変なんじゃないかなと思う。あ、作れないんだ。多分どこかしらで、まあ、手に入れる感じなんでしょうね、これは。そうですね、クラフトガイドにも載ってないので、まあ、敵が落とすのか、まあ、はたまたどっかチェストの中から手に入れるのか。まあ、そうしないとまあ手に入らないっていうような武器ですかね。で、一応鉱石の方もいろいろ増えてるのか、2種類かな、増えてるのは2種類3種類ぐらいかな。これは全部、これは一緒だな、ブリーズストーン、そうですね、クリスタルブリーズストーン、これなんて読むんだろう。まあこれ多分3種類ですね、多分これ同じやつだと思いますけどね、なぜか2つ並んでますけど。あ、でこれもか、フロステッドコーラルですね、3種類4種類ですね。でここら辺でもなんか一応見えてないですか、あるみたいですね。あ、まだこっちにもあるな、ヒートストーンか。まあ何種類、5種類ぐらい増えてるんですね。多分ここら辺ぐらいまでですかね、こっからここまでですかね、作れるそうなものは。そうですね、そこまでですね。あ、いろいろあるんですよね。確か町も存在してたはずなんですよね、ここは。ただまあ町が近くにあるかどうかわかんないですけど、一応今ダッシュしてるんですけど、ね、そこまでなんか、お、なんか豚の鳴き声がしたね今。お、なんか超クリーパーがいっぱいいる。あれおかしいな、わい、こっちの方にいたはずなのに。あ、でもあっちの方に移動したからか。お、なんかグリーンのなんか何かがある。多分これ出口を探すのが大変そうですね。よし、チョコにも掘っていきますか。ここかな。よし、 OK。 ちょっと一回地上に出ましょうかね。地上に出てこれたかな。お、やっと地上に出てきた。で、確かなんか村も存在してて、お、なんかなんだこれ、なんか知らない建造物が。まあただこれはなんだ、牙の生えたなんか リアルな狼ですかね。まあ、ただ村があればね、ちょっと行きたいんですけど、近場にないかな、もしかして。ちょっと村を探してみますね。それなんでそこまでちょっとかっ飛ばして行きたいと思います。ということで、やっと村見つけました。で、確か村人も少しちょっと変わってたはずなんですよね。そうそうそう、なんか普通のなんか村人とちょっと違う感じなんですよね。あ、ちゃんと取引も
できるみたいですね。ただ名前は同じ村人でも交易内容はちょっと多少違うみたいですね。まあ、武器鍛冶師とかそういうふうな感じのやつがいるのかどうかちょっと分かんないですけど、でも鳴き声は一緒ですね、普通の村人と。お、記入済みの本でクリスタル。お、なんか長老らしきものが、ま、うわ長老、後ろいたらダメなものがいるよ。これこいつも住人なんですかね、もしかして。絶対爆破されますね、サバイバルにしてたら。さて他は、まあやっぱりあのこのエターナルフロスト2自体の極寒のまあディメンションですかねを追加するものなので、おなんか武器じゃない防具がある。なのでやっぱりあの雪とかですかね、もうもちろん降ってますし、ああいう風な感じで、まあ、場所によってはなんか雨だったりとかですかね。で大体もう雪が積もってる感じになってるみたいですね。こっちにもいるな、入れない、あ間違えた、あれなんで入れないんだよいしょ。あでこっちは焼き魚でクリスタルか。ちょっと入れないんですけど、まあいろいろやっぱり交易内容はまあ違うみたいですけど、まあ全員名前はやっぱりなんか村人です。お、なんじゃこの肉、あーなんかすごいでかい肉が。お、なんか長老危険を察して出てきたのかな。でこの人は武器鍛冶っぽいような、いやーこれは割に合わんだろう。クリスタル5つでクリスタル1個に変換、ぼったくりじゃん。こんなもん誰が交換するの。あ羊毛とかもあるんだ、ほうほう。多分あと村はもう他の家は多分全部見て回ったかな。で新しいのがこれ野菜なのかな、これは何なんだろう。なんかいろんな木とかですかね、もうなんか追加されてるみたいですね。体半分埋まってるけど。さてこれがその極寒のまあディメンションですかねを追加するエターナルフロスト2ですね。なので次あれですね、氷の世界、ちょっとこちらの方のまあ世界の方ですかね、ディメンションの方に行ってみたいと思います。なので一応エターナルフロスト2はまあここまでとして、まあ、次というかまあそのまま続けて今度は氷の世界の方に行ってみたいと思います。はい、ということでまたちょっと別のワールドですかねにやってきました。まあ、今回というか次行くところは氷の世界ですね。で一応マイクラのバージョンの方も 1.7.10 で今この持ってるのがその氷の世界での、まあ、一番強い剣かな。まあ、ただ強さ的には氷の剣プラス5ですけどね。で次行くところがこの辞書ですね、このフローズンランドのこの次元の書ですね、これを使っていく世界になります。でこれが使い方作り方が、まあ、真ん中にエンダーパールで下に本で周りを氷で囲んでやるとこのフローズンランド次元の書っていうのができます。でこのフローズンランドはですね、ポータルを作るわけではなくてですね、この次元の書を持った状態で右クリックしてやると行くことができます。なのでちょっと早速行ってみたいと思います。
ということで氷の世界にやってきました。ちょっと画面黒いかな、暗いかもしれないですね。ちょっと松明あったかな、道具装飾ブロックかな。ちょっと多分暗くて多分見づらいと思うんですよ。あ、置けない、あ、置けないんだ。ちょっと明るさを確保するためにちょっと溶岩流しましょうかね。でこの世界もほぼほぼ氷で覆われてる世界ですね。まあ、あのもちろん雪も多分降るでしょうけど、まあ、ほぼほぼ氷がメインですかね。あ、やばい、せっかく流したのにどんどん消えてってる。さすがに氷なんでね。でこっちは確かペナルティ的なものは確かなかったと思うんですよね。で装備の方もこれだけなのかな。そうですね、装備もこれだけですね。滑りやすい氷の階段、ハーフブロック、まあ、氷塊、氷の弓、氷玉、まあ、これ絶対当たったら痛そうなやつですよね。これなんかつらら的な感じなんですかね、これ。まあ、これといってこっちのフローズンランドは、お、村がある。なんか装備とかですかね、特殊な装備とかっていうのはないですけど、まあ一面氷の世界っていう感じですかね。ちょうど村があって、お、下にでかい村がある。なんでこっちだけこんなに高いところに。あ、村人はどうやら一緒みたいですね。こんなとこに住めるのかっていうぐらい。ああ、そうですね、村人はそのままみたいですね。ちょっと下の村覗いてみますかね。あ、村自体もなんか氷の上に建てられてるっていうような感じなんですね。まあもちろん氷の上なんでね、あの滑ったりはするんですけどね。これなんか感圧板でなんか植えられてるものとかも、なんかバニラの世界のものと多分これジャガイモだと思うんでね、あんまり変わらない感じですかね。これは師匠かな。あ、一応なんか師匠っぽいですけど、名前はもう村人ですね。まあ、1.7.1°C の時に多分師匠っていう名前ではなかったんじゃないかなと。まあ、攻撃内容は通常のバニラの世界のものとあんまり変わらない感じですね。お、ダイヤとエメラルド2個でエンチャント付きの武器が。そうですね、これはエターナルフロストとかみたいになんかたくさん物も追加されてませんし、まあ何かしらのそのダンジョンですかねがあるわけでもなさそうな感じですね。わあ、宝箱の中もなんか通常とあんま変わらない感じですね。本当にもう氷に覆われてる世界を追加するだけみたいな感じですね。ただ氷の上にこの松明が置けないので、ちょっと明るさを確保するのは難しいかなと。こういう風な土とかだったらねすぐ置けるんですけどね。ちょっと明かりが足りないんで明かりを
で、確かあのモンスター自体も湧かなかったのかな、ここの世界は。なので、ここに来るまで敵という敵に会ってないんですよね。なので、本当にもうこの氷の世界を楽しむ感じですかね。多分そんな感じの多分モットーじゃないかなと思いますね。なんかね、ちょっとしたなんか要素でも追加されてればあれなんですけど、実績ってあるのかな？実績は、あ、一応、あるけど少な。これだけなんだ。このなんか亀の甲羅みたいな。なんなんだろう、これ。実績はもうこれだけみたいですね。さて、そういうことで、戻るときはもうこの次元の書を使えば戻れます。ということで、戻ってきました。さて、このちょっと明るさが足りないな。さて、もうそのまま続けて、今度は雪の世界行ってみたいと思います。ちょっと松明は置いといて、ここら辺は。で、この今回紹介してるエターナルフロストと、あとフローズンランドで、次に行くところがですね、このグラシア、グレーシアか、グレーシア、まあ、グレーシアっていうそのモッドなんですけど、ここが雪の世界ですね。で、モッド的にはフローズンランドとグレーシアは2つ一緒にプレイすることができるんですよね。で、自分の中でどうせなら3ついけないかなと思って3つ入れてみたんですけど、どうやらエターナルフロスト2が他の2つと相性が悪いみたいで、まあ、どうしてもクラッシュをしてしまうんですよね。それなので、多分もうこのグラシアとフローズンランド、まあ、同じ感じのような世界なのでしかちょっと追加できなかったんですよね。それで、どれだったかな、このマジックアイスだったかな。それプラスなんかそれ専用の火打ち石があったんですよね。で、このクリスタルソード、これはグラシアの方、グレイシアの方で追加されるやつなんですけど、攻撃力が22もあるんですよね。多分この剣が一番強いんじゃないかと。もう一撃ですからね、クモとかは。さて、ちょっとじゃあ作っていきますかね。あ、これだこれだ。あ、これグレイシアポータル、マジックアイスじゃなかったな。なので、このグレイシアポータルとこの火打ち石ですね、マジックポータルスイッチャー、これを使ってそのグレイシアの方に行きたいと思います。で、このポータル自体ですかね、多分作り方があるのかな、これ。多分そのままの中、グレイシアの木からできるのかな、これは。を崩してグレイシアポータルっていうのができるので、それをまあ一つこう乗っけてというか設置して、で、このマジックポータルスイッチャー、これがこのマジックストーンピースとこの鉄のインコットで、このマジックストーンピースが作り方がちょっといろいろあるんですよね。いろいろ、そうですね、これなんか燃やして作ったり、あとダイヤと、まあ、雪玉ですかね、囲って4つできたり。で、それプラス鉄のインゴットでこのスイッチャーができます。で、この今設置したポータルに、あれ、これ必要なかったっけ？あ、これだけでどうや、いけるみたいですね。
で、ここがその雪の世界なんですけど、一応まあやっぱり氷ですかねもありますし、あとはもう新たななんか敵ですかね、この雪玉持った多分、まあ、立ち位置的にはなんかゾンビっぽいやつですねこいつで、あったり、あと動物ですかね。あ、でもちゃんとポータルは綺麗に生成されてるんだ。動物もこれはなんだろう、虎なのかな、なんか牙が生えてるんで多分それっぽい感じですね。で、確かここ今クリエイティブなんで何もないですけど、このグレイシアペナルティがありましてですね、ちょっとそのペナルティを受ける前にちょっと防具を、あ、これなんかかわいいな、これを、あ、ということはさっきの実績は、あ、グレイシアの方の実績ですね。どうやらフローズンランドの方は実績はないみたいですね。ちょっとこれ装備してみよう。なんか恐竜みたいになってますね。で、こっちですが、ちょっと敵がいるんでね、あんまり敵がいないところで試したいんですよね。これあたりでいいかな。ちょっとゲームモードをサバイバルに変更して、で、確かこのグレイシアの方はこの装備ですかねをしていないと、確かなんかダメージを食らうっていう風に書かれてあったんですよね。こいつ攻撃してこないのかな。で、また新しく、まあ、こういう風な葉っぱとかですかね、アイスフラワー、このスイッチは何の意味があったんだろう。もうこれだけでいけるんだったらね、なんらこのスイッチャーの意味がないと思うんですけどね。お、これはトナカイ的な感じのやつかな、もしかして。まあ、書かれてあったのはなんか何も装備ですかね、防具を装備してないとダメージを食らうって書かれてあったんですけど、それは夜にならないとっていうことなのかな。さて、多分こっちにも村は存在すると思うんですよね。ただこれといって周りには何もないので、ちょっとまたクリエイティブに戻しましょうかね。お、ペンギンがいる。そうですね、新しい、まあ、動物であったりとか、あと、まあ、植物というかこのアイスフラワーですかね。で、まあ敵で木材関係もこれ追加されてるやつなのかな、多分。そうですね、このグレイシアログですかね、1種類だけかな。じゃあで、多分鉱石も1種類2種類ぐらいですかね、まあ、追加されてるみたいですね。まあ、そこまでね、ちょっと多くは、まあ、追加はされてはいないですけど、でもまあ結構強いソードとかですかね、まあ、このクリスタル関係が多分一番、いや、まだ強いのがあるな。アイスソードこっちの方が強い、34。あー、ダガーもあるんだ。これダガーを普通投げるのかな。あ、ではないんだ。お、ハンマー、ハンマーの方が強い。あ、結構じゃあ武器も何種類か追加されてるみたいですね。
多分今の 1.10、11.2 とかだったらね、この構えるまでの速度が必要なんですけど、 1.7.10 とかもうそれ関係ないんでね、結構多分サクサクもうこれでほとんどの敵倒せるんじゃないかなと思います。で、あの最初にご説明した通り、フローズンランドと行き来ができるので、それの行き方ですね、まあ、行き方としては、まあ、この次元の書ですかね、ここで普通に右クリック、まあ、そうすることでこういうふうに行くことができます。まあ、もちろんあの戻るときはこのポータルですかね、この本当スイッチャーの意味がよくわかんないな、このグレイシアポータル、これをちょっと持ってないと戻れないんですよね。で、ただじゃあ他のっていうか普通のあの元のバニラの世界ですかねに、まあ、戻るためには多分これ今設置したやつでこうやって戻ることができるんですよね。ただ注意しないといけないのがですね、こっから、まあ、フローズンランドの方ですかねに、まあ、もし行ったとするじゃないですか。で、こっからあのバニラの世界には戻れないんですよね。で、これ確か必要なかったかな。で、もう一回このフローズンランドの書を使うことでこのグレイシアの方に戻ってくることができます。で、そこからグレイシアの方のこのポータルを通って戻ってこないと戻れないんですよね。で、逆にじゃあグレイシア経由せずにこのフローズンランドですかねに先に行って、まあ、ややこしいですけどグレイシアですかねに行ってこの次元の書ですかねを使ったらこのフローズンランドの方に戻ってくるんですよね。で、このフローズンランドに戻ってきた状態でもう一回使うと今度またグレイシアの方に戻ってしまうんですよ。結構ややこしいんですよね、戻り方が。それなので一度このフローズンランドですかねに行ってこの通ってきたあの手順を逆に踏んでいかないといけないんですよね。で、これで戻ってこれると。ただフローズンランドから行ってこのゲートから戻ってくるっていうのもね、ちょっとなんかややこしいんですよね、本当。なので、まあ、もし両方入れて遊ぶ時ですかねは多分一番もう手っ取り早いのがもう本当にもうこのグレイシアのゲート通って出てくる方が、まあ、一番手っ取り早いんじゃないかなと。こっちだな。で、そのままあのこっちのゲートですかねを戻ってもらった方が、まあ、早いかなと。それなので多分これもフローズンランドに行ってグレイシア行ってまたフローズンランド戻ってきてこっちのゲートに入れば戻ることができるんで、ちょっと自分でもちょっと説明しててなんかややこしくなってきてちょっと逆に分かりづらくなりましたけど、まあ一緒に入れて遊ぶときはもうこのグレイシアの、まあ、ゲートポータルですかね通ってきた方が、まあ、早く帰れるということですね。ただこのフローズンランドだけだったらあのゲート通らなければそのままフローズンランドの書で戻ってくることはできます。なのでちょっと自分でも説明室でなんかごちゃごちゃしてたんですけど、まあ、まとめますと、まあ、この次元の書で、まあ、行って、まあ、フローズンランド から、まあ、ゲート通らずに直に戻ってくるときはこの次元の書で戻ってこれると。で、あの次元の書でフローズンランドに行ってこのゲートを通って、まあ、グレイシアですかね行った場合はその次元の書を使わずにこのグレイシアのポータルをまあ通って帰ってきた方が、まあ、一番手っ取り早く帰ってこれると。多分その中で多分次元の書とか使ってたらね逆にややこしくなるんでね、それなのでこれを使ってフローズンランドに行って
った場合はこのグレイシアのポータル通ってでバニラに戻るときはもう次元の書で一回来ましたけど次元の書を使わずにこのグレイシアポータルで戻るということですね。もう本当厄介。ただあのフローズンランドの方は本当にもうちょっと氷の世界っていうような感じなので、まあ、これといってなんかあのすごい装備が追加されたりとかっていうことはないので、まあどこかしらなんか村とかですかちょっと交易するのに、まあ、村にポータル作ってでまあそこを行き来するっていうのも、まあ、ありなんじゃないかなと。で冒険の方はまあグレイシアの方で、まあ、やると。ただそこまでこのフローズンランドも装備が追加されてるわけではないのでね、まあ一緒に入れてやるっていうことはあんまりないかもしれないですけどね。もうほとんどこっちの方もグレイシアの方ばっかりが追加されてるので、まあただ多分このハンマー作り方があるのかな。ああ、あるみたいですね。このアイスロットとこうなんかチーズみたいなやつですかね、コンパクトアイス、これでハンマーが作れるらしいです。攻撃力54なんでね、ほとんどの、まあ、敵はもう一発で葬り去ることができるんじゃないかなと。で一応装備の方もですね、多分これが一番強いのかな。ただこのグレイシアタートルですかね、これで、まあ、あの亀にも変身できるみたいなので、これ亀なのかな、なんじゃこりゃなんか顔がちょっと潰れてますけど、なんかどちらかというとなんか怪獣に近いような感じしますけど、でもまあこの後ろのまあ見る限りなんか甲羅なんでしょうね。前から見たらなんかこれ花かなっていうことは、目が見えない、目が。なのでまあこれを装備して、まあ、防御力がちょっとどれだけあるのかね気になるので。おすげえ、ダイヤの装備と変わらないぐらいある。多分足はないと思うのでね、これで、あ、こうやったら見えるのか。そうですね、これが目ですね。なんか怪獣みたいな感じですけどね。ほう、まあいろいろ追加されてるとすれば、そうですね、このグレイシアの方ですかね。それなのでまあ今回ですかね、その冬の三大モッド、まあ、自分自身勝手にあの名前つけて言ってるだけなんですけどね、その環氷雪モッドっていうのをちょっとやってみました。もうこれ見えねえ。まあそれなのでね、まあ、ちょっと気になる方は、まあ、やってみてはいかがでしょうか。まあただやってみた感じ、まあ、どのディメンションも、まあ、それ特有のなんかまあ、アイテムだったり、まあ、武器防具ですかね、あるので、まあ、それぞれやっぱり楽しいんじゃないかなと。で、まあ、このグレイシアとフローズンランドはまあ2つ一緒にすることができるので、まあ、グレイシアでまあこういうふうな強い武器とかですかね作って、で、あのフローズンランドの方、まあ、ちょっと冒険したりとかですかね、交易したりとかっていうのも、まあ、それもまた新しいまあマイクラとかですかねの楽しみ方の一つではないかなと。で、まあ、この装備持って、まあ、このバニラの世界にね戻ってきて、まあ、ウィザーであったりエンダードラゴンですかねを、まあ、倒すっていうことも、まあ、一つ、まあ、遊ぶ方法でもあるんじゃないかなと思います。で、まあ、多分今回まあもう単発でこんな感じで、で、まあ、他ですかね、まだいっぱいモッドがあるので自分自身、まあ、そこまでまあ、たくさんのモッドを知ってるわけじゃないので、またこういう風な感じで、まあ、単発でちょこちょこと、まあ、やっていこうかなと。まあ、ほぼほぼ単発にはなると思いますけど、もしかしたらこう2回に分けてとかっていう風になるっていうこともあるかもしれません。まあ、ただもうできるだけ一つにまとめようと思いますけどね。ということで今回はちょっとまあいつもやってるマイクラとはちょっと違う形でちょっとモッドですかねの方をちょっとやってみました。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。
最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。